ご視聴いただきありがとうございます。416です。このチャンネルは今まで購入したものの中で特に気に入ったり感動したものを紹介するチャンネルになります。またここでの感想はあくまで私416の個人的主観になりますので、そのことをご理解いただき楽しんでいただき、また共感していただけたらとても嬉しいです。それでは今回のテーマは、今着ているこのアクロニウム J1TSS です。アクロニウムはクリエイティブデザイナーエロルソン・ヒュー氏が手掛けるドイツの高機能ウェアブランドになります。過去にはナイキ ACG やアークテリクス・ベイランス、ストーンアイランド・シャドウ・プロジェクトなどのデザインも手掛けているテックウェア界のキーパーソンになる人物だと思います。さらにエロルソン氏はゴアテックス社のアドバイザーも務めているので、アクロニウムでは最新の素材を使用することができ、他のブランドでは許可が下りないような仕様のアイテムもあります。例えば通常のブランドのゴアテックスプロを使用したアイテムは水の侵入を防ぐために止水ジップを使うことが義務付けられているのですが、アクロニウムではハイブランドで使用されているイタリアラッカー2社製のジッパーを使用したものや、スナップボタンだけでフロントを止めている製品も存在します。他のテックウェアでは考えられない仕様です。ただそこはアクロニウムの製品ですので、デザイン性を追求しながらもしっかりとした防水機能は備えています。今回購入した J1TSS は2017年 SS の製品になります。日本のセレクトショップで約25万円ほどで購入しました。 J1 とは製品型番になります。 J1 は初期から作られているアクロニウムの基本ギミックがほとんどついた定番のオペレーションジャケットになります。 TS とはモールシステムという規格で作られた様々なアイテムを取り付けることができる機構を備えているという意味になります。このモールシステムはウェビングの幅が1インチ、約 2.5 センチ、これが1インチの間隔で縫い付けられています。縫い付けはポーチ類の横ずれを防ぐために 1.5 インチ、約 3.8 センチ間隔に縦ステッチで固定しています。さまざまなモールシステム用のアイテムが販売されているのですが、個人的にはアクロニウムのバック類を製作しているバックジャックのアイテムがとても相性が良く、程よいギア感が出ていてクールだと思います。少し脱線しますが、アクロニウムや
バックジャックのバックにもモールシステムが装備されていますので、このようにいろいろ取り付けてカスタムを楽しむことができます。バックジャックのアイテムもいくつか所有しているので、また別の機会にご紹介したいと思っています。最後の S ですが、これはストッチ製のエタプルーフという高機能コットンを使用しているという意味になります。何それという方のために細かくはこちらになります。天然の最強高機能素材という感じですね。個人的にはゴアテックスよりもエタプルーフの方が気に入っています。素材の軽さや張りのある素材感はゴアテックスの方が好きなのですが、メンテナンスのしやすさや長期使用のダメージの受けやすさなどを考えると、エタプルーフの方がプライスパフォーマンス的に良いのかなと感じています。その他にもアクロニウムは多数の高機能素材を使用したアイテムがありますので、皆様の好みに合わせて選んでいただければと思います。そしてここからは J1TSS に搭載されている他のシステムの説明になります。たくさんあるのですが、今回は自分の気に入っているものを厳選して紹介したいと思います。まずはエスケープジップ、消防士が火の移った服を瞬時に脱ぎ捨てられるように開発された YKK 社製の特殊パーツを用いたジップになります。これは脱ぐのが楽でとても便利です。ただし公共の場でやるとかなりワイルドな人に見えてしまうので気をつけてください。次はフォースロック、イヤホンを固定できるネオジウム磁石入りの取り外し可能な襟元の両サイドに施されたタブになります。エアポーツを取り付けることができますが、そこまで接着力が強くないので落下、紛失などの注意が必要です。次はグラビティポケット、ジップポケット裏の先端にストッコ社の高級特殊スナップを施し、収納したスマートフォンなどモバイル機器を片手で迅速に取り出すことができるポケットになります。このストッコのスナップは通常針金を用いる部分に高密度のポリマーリングを使用し、ルイ・ヴィトンの3世代使い続けても緩まない財布スナップという要望に対応した部材になります。通常のスナップよりも固めなのですが、しっかりとホールドしてくれるので気に入っています。さらにアクロニウムのスナップにはこのように少し浮かすことができる機構もついているので取り外しがとても楽になっています。こういった細かい場所にもエロルソン氏の多彩なアイデアが宿っています。次にアクロニウムのブランドとしての立ち位置なのですが、テックウェアでありながらハイブランドとして存在している唯一のブランドだと思っています。普通この手の高機能ウェアはやぼったくなりがちだと思うのですが、高機能でありながらもモード感をしっかり持っていて、いろいろ説明した機能を持ちながらもあくまでシティユースで使う前提になっている、それこそがアクロニウムの美しきガジェットと感じるゆえんだと思います。ただしデザインなどは流行などを全く反映していませんので、好き嫌いは瞬間で分かれると思います。なのでアクロニウムはそういう流行り廃りとは関係ない孤高の位置にいます。ファッションとしてのテックウェアに興味がある人に説明するときは、まずはベイランスやシャドープロジェクトを紹介し、それでも物足りない感が出ている方のみ紹介するようにしています。このオーバースペックな機能などを搭載することに快感を覚える人にはハマるのではないでしょうか。ただ仲の良い店員さんに聞いたところ、実は真逆のニーズもあり、普段ルイ・ヴィトンなどのハイブランドを着る方が少しスポーティーな着こなしをしたい時などに購入するケースも多いそうです。自分も最近はアクロニウムのジーンズなどと合わせてシンプルに着こなす方向で使用しています。もちろんシャドウなどと合わせた時のスチームパンク感も大好きなので、その時の気分に合わせて着こなしていこうと思っています。アクロニウムは自社でのホームページでオンライン販売のほか、サイズ感が気になる方は日本のセレクトショップでも販売していますので、気になった方はチェックしてみてください。アクロニウム関連も他に数点所有していますので、それも含め今後もいろいろなアイテムを紹介していこうと思いますので、気に入っていただけた方は高評価、チャンネル登録をしていただけると今後の励みになります。またコメントは承認制で一般公開することはありませんが、すべて目を通させていただいております。質問や感想等ありましたら DM 感覚でコメントしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画。